ひろこと申します。佐藤と申します。あの、すみません、失礼ですけど、お顔がなんか怖かったイメージを第一印象があったんですけど、早速、佐藤さんがテディベア工房として使っているご自宅の中へお邪魔しました。おお、クマさんがいっぱいいる。かわいい。いきなり目に飛び込んできたのは100体以上ものテディベアコレクション。一口にテディベアといっても可愛らしい洋服を着ていたり、ちょっと変わった顔をしていたりと、種類は様々です。テディベア作家である佐藤さんは、それらのパーツの素材選びから組み立て、塗装、縫製までを全て一人で行うテディベア作りのプロ。これまでに1000体以上を作っていて、佐藤さんの作品は注文を受けてから半年持ちという人気ぶりです。そしてアメリカのテディベア雑誌が主催する世界コンテスト、トビー賞で昨年見事優勝した世界一のテディベアがこちら。子供の白クマをイメージして作ったノエルくんです。この舌だったり歯だったりがすごくリアルだなって、動き出しそうな感じがしますもんね。さっきまで動いててもおかしくないような感じがします。動いてて一時停止そんな感じがします。日本が強いとは、剥製みたいなのします。あ、そうですね、そうですよね。かわいさが強いとは、日本の独特のかわいいっていうリビアみたいなのします。その中間を作りたくて、はい、リアルで可愛いを目指して作ってるわけです。小さい頃から動物が大好きで作り始めたというテディベア。しかし最初からうまく作れたわけではありません。その時はもう臓器も見えない状態で、もう何もできなかったので、もう小屋さん行ってテディベアの作り方を買ってきて、それが雑巾が見えないところから世界一まで上り詰められたことが素晴らしい。努力というか技術というか、選手の時にレオタードに使用の国旗を縫わなきゃいけないんですけど、そのくらいしか細胞はできないんですが、私でもテディベアを作ることってできるんですか。ということで、神戸から移動し、教室があるという大崎の中崎町へ。あ、あ、うわ、クマ、クマ、クマがいっぱいいる。かわいい。店の入り口でクマがお出迎えしてくれるこのお店。佐藤さんが月に2回テディベア作りの講師を務める教室でもあり、国内外のテディベアを販売するショップも併設されています。はい、こんにちは、よろしくお願いします。こちらのオーナーさんでいらっしゃいますか。はい、そうです。ありがとうございます。この中の数あるテディベアの中でも特に珍しいものがこのアンティークベア。テディベアは作られてから50年以上経ったものがアンティークとされているんです。すごくなんかこう傷んでるような感じするんですけど、はい、こういうあのベアほどすごく、まあ、愛されたっていうか、あの抱っこしたりハグしたり、はい、なでなでしたりっていう感じで、すごく大事に可愛がられた。値段にすると5万円から100万円ぐらいまで。100万円ぐらいまで。そんなテディベアを作るために必要な材料を揃えた部屋もあります。テディベアの素材には毛皮をはじめ、模様をつけるための糸、そして目の色に至るまで様々な種類があるんです。
間以上全部集めて一つしか作らずに1個もかかったんです。おお、1週間かかったんです。はい、なので今日はキットを使って作ってみましょうか。はい、はい、というわけで今回は初心者用のキットを使ってテリベア作りに挑戦することに。教室の生徒さんたちに混じって教えてもらいます。お願いします。じゃあまず分かってみましょうか。はい、もうキットにしてあるんで、はい、時間がかかる。お、あ、顔、最初こんなんなんかラクダ、ラクダみたいな。そうですね、アルパカの生地なので、これも生地もアルパカなので、アルパカなのね。ラクダの顔に見えますね。ね、ラクダか、ラクダ。そうですね、そうですね。これは鼻先から鼻先からしっかりと綿を詰めていくと、ラクダのようだった顔が熊の輪郭に大変身。次にテディベアの関節となるジョイントを差し込んでいくのですが、その際使用する糸は見たことのないちょっと変わったものを使うんです。特殊な糸なんですね。ちょっと見えば、ここはほんとや、ルバルバしてる。これ叫ぶんですよ。なんか1本か4本ぐらい。へぇ、スルメみたい。そう、スルメみたいな。ネバネバした丈夫な糸を使って差し込んだジョイントを固定。そしてテディベアの表情が決まる目をつけ、鼻。1ミリでもずれると表情が変わるので緊張感もピークに。やり始めるとついつい熱中してしまい、作業することおよそ3時間。これまで縫い物の経験がほぼなかった私でも、ついに。これで完成ですか。はい、ありがとうございます。嬉しい。かわいい。初めて使うんですよ。やったー、かわいい。みんなに言ってもらえますと、すごい変わるんですよ。そうですか、かわいい。初めてです。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。テディベアって、単にかわいいだけじゃなくて、はい、人を優しくさせてくれる。ああ、あと年齢、性別、うん、あるいは国境も超えて、はい、人と人とのつながりを持って、人々の心の友として、今までこういう長い間は空気してきたのは私たちで、すごく良くなっています。雑巾も縫えないところから世界一のテディベア作家となった佐藤さん。人々に愛される作品を作り続ける佐藤さんにとって世界とはどのような場所なんでしょうか。僕にとってはチャレンジの場所ですね。これからどん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 新しいテディベアを作っていって、あの人たちに笑顔になってもらいたいと思います。佐藤さん、これからも頑張ってください。こちらが佐藤さんに教えていただいて作ったテディベアです。終わった。こんな感じです。可愛いですか。可愛い。これちょっと近くで見ていただいてもいいですか。なんかでもあるかちゃん結構似てる感じ。ああ、そうそうそう。なんかでも教室の生徒の皆さんたちにも似てる、誰が作ったかすぐ分かるってことも似てる似てる。首かしが端がつれちゃったんだよね、これ。そうなんですよ、ちょっとそこも縫い方がね、縫い方がね。そうなんですよ。でもちょっとちゃんとやれば綺麗、ほら。鼻の色とか目の色を自分で選んで、ちょっと春らしくピンクにしてみたんです。鼻がでっかいよね、この子ちゃんは。ちょっと春らしくピンクはあれだけど、で、鼻の色まだ決まってないんですけど、決めていいの？やめなさい。なんか嫌なこと思ったら、このピンクはダメなんですよ。長いですね。
取りました。ハは春田ちゃんの晴れ、キーはキーコさんです。あ、そうだ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 そうコラボレーション。いや、本当にさ、僕新しいのないけど、あの古いマイクロフモンで手が出てたテニーベア、ね、山井さん、テニーベアこれ、偉い友人です。100万。ちょっと寝落ちや、いやいや寝落ちや、ちょっと手抜けたらやっぱり寝落ちや、ちょっとしたら安定まで頑張ります。笑っちゃう。今回学んだことを、はい、考え、自分だけの武器を持つ大切さですね。あの佐藤さんはあのリアルさっていうものをすごく大切にされていて、そのリアルさっていうものは世界になかった技術。